仙台市科学館は宮城県仙台市青葉区にある科学館である。大原神林公園の中に立地する。1952年に開設された仙台市の科学教育施設、サイエンスルームを前身とし、1968年に仙台市科学館として開館した。2013年6月15日より、 命名権導入に伴って 3M 仙台市科学館を愛称として使用している。仙台市科学館は1968年に開館するが、それ以前に仙台市には科学教育施設としてサイエンスルームがあった。このサイエンスルームは1952年に開設されたもので、東三番町の仙台市レジャーセンターの中に所在した。 この施設は14坪の研究室と34坪の実験室を持ち、物理、科学、生物、電気の各種実験に対応できるようになっていた。サイエンスルームは仙台市教育委員会の所管施設だったが、教育委員会の他に東北大学の教授やサイエンスルームの研究指導員からなる運営委員会がこの施設の運営に当たった。サイエンスルームは 市民への科学教育サービスとして、科学講習会や科学講座を実施し、また市内の中学校や高等学校の理科実験室として用いられた。この当時、仙台市内の私立中学校全18校のうち16校は理科室を持っていなかった。このため、サイエンスルームは私立中学校3年生の共同の実験室として扱われ、一クラス単位で利用計画が組まれた。 1954年9月には第1回仙台市児童生徒理科作品展を開催した。仙台市科学館の設置計画は1966年に始まる。この年、仙台市長の島野武氏が科学館構想を発表し、これが同年12月の市議会で承認された。科学館は青葉通りと東二番町通りの角の超銀ビル地下1階を 沈着する形で設置され、1968年5月に開館した。この科学館は一つの展示室と二つの実験室からなっていた。また、これと前後して、サイエンスルームの機能が仙台市科学館に移った。仙台市科学館は、サイエンスルーム以来の実験指導を継承し、その他にも映画館や特別展の企画、実施など、多方面で活動を行った。 しかしこの科学館には立地場所が手狭であり、また市街地の中に立地することから屋外観察ができないといった問題があった。このため次第に新しい科学館の設置が望まれるようになり、1985年に科学館の移転が決まった。1988年に新科学館の建設工事が始まり、1990年9月大原神林公園の中に、 新しい科学館が開館した。これが現在の仙台市科学館である。仙台市科学館は1996年4月にインターネット上にウェブサイトを開設した。また、2000年度から2001年度にかけて展示室のリニューアルを行った。2004年4月には田中光一のノーベル科学賞受賞を記念する展示物が2005年1月には i e e e 一西沢メダルの創設を記念する展示物が設置された。現在の仙台市科学館の建物や景観はいくつかの賞を受けている。まず、開館した1990年に第11回東北建築賞を受賞し、1992年に第4回仙台市都市景観賞を1996年に第5回 公共建築賞を受賞した。1998年には当時の建設賞が企画した公共建築百選に選定された。2013年4月、提案型施設命名権の導入が行われ、住友 3M が1年間につき100万円の3年契約という条件でこれを取得し、同年6月15日から施設愛称が 3M 仙台市科学館となった。 館内3階の様子。展示物は2011年及び2012年の鳥人間コンテスト選手権大会において優勝した東北大学ウィンドノッツの機体。7種類の像の標本が展示されている。エントランスホールの上部には東北大学ウィンドノッツが2011年と2012年の鳥人間コンテストで使用した機体の復元機が展示されている。ありがとうございます。